時津風部屋は日本相撲協会所属で時津風一門の相撲部屋。立浪部屋に所属する第35代横綱双葉山は69連勝5場所連続全勝優勝などの輝かしい実績が評価されて現役力士のままで死の育成ができる2枚観察を許可された。現役の横綱でいるうちこの際に当時久米川部屋を開いていた五代久米川は 自らの弟子20人全員を双葉山に譲り、自らも双葉山相撲道場の部屋付き親方となった。また、1943年5月には、荒潮部屋、鉱山部屋、二十山部屋を双葉山相撲道場に休合した。双葉山は1945年11月場所、限りで現役を引退して、年寄り12代時津風を襲名し、 同時に双葉山相撲道場を時津風部屋と解消した。ここに、江戸時代以来250年の伝統を持つ、名門である伊勢の海部屋と、双葉山相撲道場に預けられてから再興された、伊豆津部屋が合流して、時津風一門が形成された。その後、久米川部屋から譲り受けた鏡里が1953年、昭和28年、1月場所後に第四42代横綱に、 二葉山の二枚関節時代からの弟子である大内山が大関へ昇進し、二葉山が十二代時津風を襲名して、以降には北葉山と豊山の二人が大関へ昇進した。また、十二代は1957年5月に第三代日本相撲協会理事長に就任した。一代で時津風部屋を大部屋に飛躍させたことは、明治期の覚醒。 日立山の手羽の海部屋以来の急激な発展と評された。1964年には西木島部屋を吸収した。1968年12月に12代が現職理事長のまま成去すると、部屋付き親方である13代立田川が一時的に13代時津風を襲名したが、その後、12代が後継者に11代西木島を指名していたとの遺言の存在が、 明らかになった。これにより11代西木島が14代時津風を襲名して部屋の師匠に就任し、13代は年寄り、13代立田川を再び襲名して10代立田山などの親方だけを連れて弟子は一人も連れずに、1971年に分家独立する形で立田川部屋を設立した。十四代は関脇、倉館や小結、豊山、大潮、 二つ流、大宝、研ぎ使いなど多くの関取りを育て上げた。また、14代は、現役引退からわずか2年後の1970年2月に32歳の若さで日本相撲協会理事に選出され、1998年からは、第8代日本相撲協会理事長を2期4年務めた。また、開始時期は不明であるが、生活習慣病等の予防のため各界で、 珍しい1日3食制度を導入した。2002年8月に14代が定年退職を迎えたため、部屋付き親方である13代西木島が15代、時津風を襲名した部屋を継承した。その後、14代の時代に入門してきた豊野島と、自天空が幕内へ昇進した。15代は弟子に、自、豊か、そうという字を含む、個名を付けることが多かった。 しかし、2007年6月に起こった時津風部屋力士、暴行死事件の責任を問われる形で、同年10月5日に15代が日本相撲協会を解雇されたため、同年10月9日に部屋の幕内力士である、時ぎついが急遽現役を引退して、年寄り16代時津風を襲名して部屋の師匠に就任した。16代の継承後は16代の時期弟子である。 正代は2020年に大関に昇進したほか、15代が解雇される前に入門してきた、とさゆたかと総大流、自家弟子の豊山が幕内へ昇進している。なお、2020年7月には、師匠のパワハラ問題で閉鎖になった中川部屋から、師匠だった15代中川と所属力士のうち2人を受け入れた。14代及び16代、時津風の母校である、 東京農業大学相撲部は、時津風部屋でも稽古を行うことがあるため、卒業後に、各界入りする者は、ほとんどが時津風部屋に入門している。実際に二人の現役赤取り系験力士は、東京農大の出身である。部屋には現在でも、双葉山相撲道場の看板が掲げられている。2020年現在までに、竜田川部屋、港部屋、敷秀部屋、荒潮部屋が、 文家独立を果たしている。詳細は、時津風部屋力士暴行詩事件を参照時津風部屋力士暴行詩事件に関連して、15代時津風に対して日本相撲協会が事情聴取を行った際、時津風部屋へ駆けつけた報道陣に対して所属力士が憤慨し、カメラマンに暴行を加える事態も発生している。その暴行死事件の約1、 二ヶ月前に死亡した少年が母親に電話し、部屋で数人がテーブルに200万円から300万円くらいの札束を置き、賭博をしているのを見たと話していたということを少年の父親が後になって証言した。2010年6月に16代時津風と豊ノ島が野球賭博をしていた事実が発覚した。当初、16代は、 暴力団との交渉にも当たっていたと報道されたが、実際には交渉に参加せず車中で待機していたことが後に明らかになる。また、野球賭博も現役時代のみで引退後は行っていなかった。これを受けて、日本相撲協会は16代に、主任から再会の平戸しよりへの1階級降格と5年間の昇級見送りの処分を下した。また、同年7月7日には、 野球賭博問題に関連して警視庁からの家宅捜索を受けた。それに際して NHK は同年10月8日、捜索当日未明に報道局スポーツ部の男性記者が16代時津風に事前に家宅捜索の情報を携帯電話の E メールで連絡していたことを発表し、同年11月9日付でその記者を停職3ヶ月監督責任として 当時の福地修行会長を含む役員4人と報道局長ら上司5人の計9人を言及処分とした。16代はこの問題に対し返信はしていないし何もしていないと説明し、E メールの情報を受けて家宅捜索に備えた証拠隠蔽などの行為はしなかったと述べた。2020年9月場所を前にした同月11日。 日本相撲協会が定めた新型コロナウイルス感染対策のガイドラインに基づく行動に違反したとして協会は16代時津風に対して9月場所の休場と禁止処分を下した9月場所期間中は部屋付きの13代江田川が師匠代行を務めることとなった協会の柴田山広報部長は時津風の違反行動の詳細については明かさなかったが 時津風の正式な処分について、危機管理委員会、コンプライアンス委員会で調査をした上で、理事会で議論される予定とした。また、9月場所後に、平野の正代が大関昇進を果たした際、特例で禁慎中の16代時津風が9月30日に行われる大関伝達式への出席を認めていたが、前日に、急性水炎で入院したため欠席、伝達式には、 首相代行の十三代枝川が出席した。双葉山相撲道場以降、横綱大関関分け小結前頭双葉山が襲名する以前の年寄り、時津風は大阪相撲の年寄り名跡で東西合併の際には小級門、龍梅吉が11代時津風を襲名していたものの、当人は行方不明の状態だった。百三十二年に十一代時津風が、 復帰して時津風部屋を再興したが、1935年に、久米川部屋に弟子を譲る形で時津風部屋を閉鎖した。11代時津風は1938年にも時津風部屋を再興したものの、1941年に年寄り名跡、時津風を二葉山へ譲渡したため、再び時津風部屋は閉鎖されて、所属力士は立並部屋へ移籍した。この中には、 あとの関分け、都議津山がいた。その他の弟子、ありがとうございます。